僕ら TV をご覧の皆さん、こんばんは。生放送でお送りするヘンリー鈴木のスポーツ塾、今回も東京新聞東京中日スポーツの協力でお茶の水のデモクラ TV のスタジオから、お送りいたします。パーソナリティを務めます東京新聞の論説委員兼編集員の、ヘンリー鈴木です。今日も1時間よろしくお願いいたします。そしてご意見番の、東京新聞事業局長稲熊仁さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてさらに、レギュラーパーソナリティを務めていただいています流東グラドルの七海青さんです。よろしくお願いします。もう七海さんは、ね、はい、先週月曜日にあの、はい、ね、ドラゴンズファンの集いっていうのをちょっとプロデュースして特賞を行ったんですけどね、ちょっとした会を開きまして、まあ、その特賞にね私もあの出させていただいたんですけど、はい、まあ、その模様は後ほど、ちょっとねいろいろ見ていただければと、思います。さて今日暑かったですね。東京ね気温が35度を超えたらしくて、35度は今年初、今年初のだから酷暑日となったんですよね。だから暑いよね。まあもう本当にね今日あの日本オリンピック委員会に、今日ちょっと行ってきて、あの JOC のオリンピック委員会の新しい会長になった山下康弘さんとずっとお話ししてたんだけど、行き帰りは神宮を歩かなきゃならないでしょ、あれちょうど神宮球場の前にあるんですよ今、オリンピック。そこをこう地下鉄の駅から歩いてる時ずっと日差しでもうゆだる、もう東京脱出したいなと思ったんですけど、暑そう。でもう例えば稲熊さん、もう東京脱出したい、夏休み取りたいってみんな思ってる時なんですけど、夏休みはなんかもう取ったんですか。あ、まあ、昨日までね。昨日まで夏休みですね。なんかひげ生やして帰ってきてどっか行ってきて、ちょっと怖い。ワイルド、ワイルドに。ちょい悪イタリアン、ちょい悪イタリア人じゃない、ないんだけどね。ちょい悪イタリア、イタリアに行ってきたんですか。そう。どこですか、どちらですか、イタリアの。まあローマ、はい、ナポリ、カプリみたいな、ね。ああ、なるほどね。なんか豪勢ですね。いやいや豪勢で、まああの、何ですか、あの食いろいろ観光。まあ、スポーツは関係ありませんよ。スポーツは関係なく、ただもうご家族と一緒に行ってきたんですね。あ、そうですね。なるほどね。イタリアですよ。いいです ね、 ね、あの暑いんだけどね、あのやっぱカラッとしてるから、あの温度はね多分35度ぐらいで一緒だったんだけど、帰ってきたらやっぱ暑いですけどね。あ、35度か。同じでも向こうはね、あの日陰に入ると涼しいし、夜はね涼しいもんだ。あ、そうですね、夜はね。私ねローマ行った時はね初めてその大学生の時ローマ行ったの、貧乏旅行で、そしたら着いたらその日43度だったんですよローマで、史上初のなんか最高気温とかなんかやってて、もううだったうだった今年はヨーロッパの方が熱波強くてね、あの日本より先にね、だからあのまあイタリアはもともとスペインだとかね暑いんだろうけど、あのフランスだとか、まあ、パリも基本は暑いんだろうけども40度になったの珍しいんじゃないかな、あ、そうね、であと北欧の方がものすごく ね、 そうですね、だから北欧の方話に引っ張りたいんでしょ。そちらの方ね、あのね北欧に行きたいけどちょっと青ちゃんにも聞いてみよう。夏休みもう取った？夏休み第1回目の夏休みやってます。夏休み取った3回ぐらい夏休みやまた野球場行ってたのじゃなくて。いや今回はあのドラゴンズは名古屋ドームで試合やってる時、フジロックフェスティバル新潟まで行ってきました。すごい腕がこんがり焼けちゃってるんですけど、はい、フジロックなんかお目当てのバンドとかあったんですか。ケミカルブラザーズが見たくて、初日に出てたんでそれを見て、でも結局3日間行ってたんですけど、中日が警報出るぐらいの豪雨で、もう途中で諦めて帰りました。あ、本当。あのテントに戻りました。もうでも洪水ぐちゃぐちゃだねあそこ。降っちゃった。なんかあのブースもいくつか流されたりとかしたみたいで、翌日はもう空いてませんでした。流されたところは川も普段足とか入れる川が氾濫起こして入れなくなったりとか、結構それでもなんかその雨の中でもみんななんか椅子に座ってカッパくぶってこうやってじーっと待って見てるからたくましいなと思って。まあ、それはねまた野外フェスの楽しみでもあるんだよねやっぱりね、その雨の中で俺は見てるっていうこのなんかね、あの陶酔しちゃうんだよねそういう自分にまたね恍惚つかんだから。すごいと思う。見てる人はいつになったらスポーツ塾になるのか。ああそうですね、振りで使ったんだろう夏休みは。夏休みから入ってきてね、入ってそんなヘンリーさん夏休みはっていうところです。夏休みはっていうところですね、でスポーツの話になるわけでしょ。そうですね、まあね、長いんだよ振りが。いやまだまだな。で私はね、私も夏休み取ったんですよ早めに。で、ね、あの
先月の放送が終わって、はい、すぐに、はい、成田空港へ飛ん で,、ね、飛んで、でそのままストックホルム行ってきました。お、だからもうここ数年ね、もう夏休みになると、はい、もうロンドン、ベルリン、プラハ、パリ、うん、バルセロナ、マドリードみたいなね。で、もう一応、目的もあって、はい、うん、世界中のそういうスタジアムやアリーナとかを巡りながら、スポーツってこの国じゃどういうふうにね、愛されてるのかな、スポーツを中心にした街づくりってどうやってるのかな、みたいなものをね、はい、全部ちょっと知りたいなと思って、はい、行ってきた。だいたいいつも仕事を兼ねて、そうやって夏休み取ってるから、うん、まあ昔は、で言えば、うん、まああれだな、記者の鏡だけど、今働き方改革に逆らってね。いやいや別に別に、もう本当に時代逆流して、もう趣味を兼ねてだから、これはね。で今回はね、もうちょっと東京オリンピックの1年前っていうことで、日本が初めてオリンピックに出場したのがストックホルムオリンピックだったからね、うん、その現場をちょっと見てみたいなと思って。これ1912年なのよ、やったのはね、107年前にやったで、でそれを現場、リアルイダテンの世界ですね、うん、リアルイダテンなんですよ、まさにね、うん、それを見に行きたいなと思って、来ました。でその報告ちょっとね、したいんですけど、写真出ますか。まず行ったのこれ、わかります、これが107年前にオリンピックやった時のストックホルムの、ストックホルムスタディオン、うん、まあスタジアムってことね、うん、もう地元の人にはスタディオンってだけ言えばもうここのことを指すんだけど、もうこのツタがね、何とも言えないでしょう、甲子園みたいに、甲子園みたいでね、ちゃんと残ってるんですね。そうなんです。でこれもう何十年も前からこのツタの模様が変わってないんです。ツタなんです。もう変わってないんですよ、ちゃんとこの形に切るようにカットをずっとしてるの。そういうこと、なんか雑に生えてるのかと思ったら、そうそうそう、ちゃんと綺麗に残してるってことですか。綺麗に全部、ね、カットしてあるんですよこれね。すごい、ね、でもうほんと、じゃあ2枚目写真いってください。で中入ってたんでね、中入るとこれね、要するに何、サッカーで言えばゴールの方からこう、うん、はい、ね、見るんだけど、向こうに時計塔が立ってるの、日本で。昔のスタジアムってもうこういう風にそういう貴賓席みたいなところから見ると、うん、絵みたいに見えるようになってるわけ。これそうでしょ、こういう風に。大リーグの球場なんかもちょっとレトロ感を出そうと思うと、こういう貴賓席からこう窓枠を通して絵みたいに見えるようにちゃんとできていてね、もうこれは本当昔のスタジアムの特徴なんですよね、はい、で次の写真お願いします。でその時計塔のもんなんだけど、これもうよく見ると1912年って刻まれてるのね、あ本当だ、うん、よく見ると。そうで、ここでNHK の大河ドラマの伊達店は3週間ロケここでやったってさ、使ってよかったんですよ、まあ、許可が出てすごい。でね、面白かった、これ面白かったっていうかね、スタジアムこう一通り全部見て、はい、それで外へ出た時に、はい、そしたらね、門の前に、さっきの門の前におじさんおばあさんがね、日本のおじさんおばあさん70代もう真ん中過ぎてるぐらいのおじさんおばさんが佇んでるわけよ、門の前に。で2人でぼーっとこう立ってるから、どうされましたかって声かけたら、はい、そうしたら実は娘がストックホルムに住んでるからそれ訪ねてきたんだけど、どうしても金栗四三さんの走ったスタジアムはもう見たくて来ましたっていうわけ、うん、で金栗四三さんっていうのはね、伊達見てる人は、はい、ご存知だけど、日本の初めてのオリンピック代表選手でね、はい、マラソンを走った人、はい、だからでもどうやってこのスタジアムに入ったらいいかわからないっていうから、だからここから入ると裏道がちょっとくぐれるところがあって、はい、でそこさえくぐり抜ければ中に入れますって感じで、で金栗さんではでどういうふうに走ったんですかっていうから、ここを抜けてこっちへ走ってってつって、はい、で最後折り返し地点でね、折り返した後あまりの暑さにフラフラになって民家の前で倒れて、その民家の人たちに助けられたんですよっていう話をこうしているうちに、はい、私たちこんなに詳しい方と出会うことができて本当に幸せですつって、ものすごい感謝されて、ちゃんといろいろそんなお金も払ってないのにナビゲートしてくださって、いやいやね、でまあね、名乗りはしなかったんだけど、ここでいやそれ仕事ですからっていうのもなんか不思議かなと思って、ね、だったんだけど、まあでも日本人はね、金栗一層のその話は知ってるけど、うん、まあスウェーデンの人はね、うん、それなりに有名なエピソードであるけど、まあスウェーデンの人はそこまで知らないよね、うん、日本人の話ですね。でもね、やっぱりミッシングジャパニーズっていう向こうでは言われて、言ったからね、うん、エピソードとしてはね、そうそう、有名だけどね、うん、エピソードとしては有名で途中で消えちゃって、はいはい、
帰っちゃったわけだから、そのまま金串と、はい、で55年後にストックホルムオリンピック55周年記念の時に突然金串と呼ばれて、はい、それであなたは危険も届け出てないからまだ終わってないんですよと、で今ゴールをここに貼ってありますからゴールしてくださいって今のスタジアムで ねゴールして、でね、これでストックホルムオリンピックは終わりましたっていうことになったわけで、まあ、そのスタジアムをね、生で見ることできて、やっぱり重みがあってね、良かったですね、すごくね、歴史の重みってね。この話でも熟読でもやってなかった。ちらっとやりましたね。でもね、熟読見てない方もね。この番組でも一回話したぞ。で、まあ一回ぐらいね、これはちょっとね、やろうかな。で、こっからがね、まあ、はい、このでスポーツ塾ならではの、はい、もうた話になったんですけど、次の、これは何でしょうっていうやつでね、これね、実はストックホルムって2026年の冬のオリンピックに立候補してたの、はい、開催地、それ6月の IOC 総会でミラノに負けたのよ、はい、うん、でそのストックホルムオリンピックもしやってたとしたら、はい、これがメインスタジアムだったの、ここが、え、今作ってるんですか、うん、うん、これちょっとなんかね、外装をもう一回なんか変えてて、もうサッカースタジアムなのよ、ここ、あ、うん、なるほど、あの AIK ソルナっていう向こうでは、はい、あの強いあのサッカーチームがあって、はい、そこの本拠地なんだけど開閉式の屋根持ってて、はい、うん、で、まあ、ここで本来だったら開会式閉会式をやるはずで、で隣にも大きなホテル建ってるでしょ、ね、すごい、うん、これがもうすぐオープンする予定なんだって、もう、うん、だね、まあ、幻の、うん、ね、あのスタジアムってなっちゃってね、うん、でここをねサッカーの試合のために3万5000人入るんですって、うん、平均入場、まあ、サッカーだね、だから、ね、スウェーデンって割とどっちかというとアイスホッケーのチームかな、うん、あの国かなと思ったけど、うん、サッカーもやっぱりすごいね、人気はあるんですね、有名選手多いですもんね、まあ、ワールドカップもやったし ね、うん、そうそうそう、うん、ね、ペレが最初に優勝した時の、うん、いや違う、イングランドが優勝した時の、ね、うん、そうですね、で、ね、ミラノにそのとあの冬のオリンピックの、ね、会場で負けたんだけど6月に、はいはい、これなぜ負けた決定的な要因っていうのはあるの、なんでだろう、これがね、なんかスウェーデンの気骨というかなんかなんだけど、あのオリンピックって立候補するときに、はい、IOC ね、国際オリンピック委員会と契約交わさなきゃいけないの、それは、はい、うん、もしオリンピックで赤字が出たら、はい、その赤字はその都市が開催都市が全て負担するっていう契約を交わさなきゃいけないの、うんうん、まあ普通な感じしますけど、なんだろう、ところがストックホルム市はこれを議会はこれを拒否したわけ、なんで、え、だって IOC もあんたらだってあのね、ある程度一緒にやるわけだから、うんうん、そんなリスクは折半しろと、こっちだけでなんでそんなことしないかかんのやって話を、でそれをサインするのを議会が拒否して、それでも立候補した、そっか、だそれは勝つわけないよね、だからね、負けるわ、うん、この辺ってなんかね、スウェーデンってなんか、まあ、スウェーデンというよりも、うん、まあ、民主国家の本当はルールだけどね、まあ、当たり前ですね、ある意味で当たり前のことをやって、うん、当たり前のまま出してるってだけだよ ね、うん、そこで称賛だとか、まあ、それはこうだからだとかってんでなしに、それでまあ、うん、行ってみようよと、ダメだったらしょうがない、そうそう、ね、それでダメだったんですよ、うん、ね、まあ、こういうね、幻のスタジアムで、次の写真をお願いします、これは何だろう、ガスタンクみたいでしょ、はい、これ実はアイスホッケーのアリーナなの、え、こんな形してるんですか、プラネタリウムみたいな、プラネタリウムみたいでしょ、うん、でこの中でアイスホッケーの試合やるんだけど、これあの表面になんかゴンドラみたいのあるでしょ、はい、うん、これゴンドラなのよ、うんうんうん、外、なんでゴンドラ、外を見てどうすんのよ、ね、これに乗って、あのこれに乗って頂上まで行くと、うん、あのストックホルムの市が全部見渡せますよっていう、あ、なるほど、要するに、はい、あのタワーとしても使えますよ、そうそうみたいなね、そうそう、まあ、外も内側も両方有効利用しましょ う、 そうなんです、ね、まあ、素敵ですね、でもこれね、だからこんな要は使ってない時でも、ね、乗るのにね、確か2000円ぐらいなのよ、結構高いんです、これ行って帰ってくるだけで、ね、スカイツリー登るのと同じぐらい、まあ、まあでも何メートルぐらい高さ、高さがね、60メートルぐらいかな、60メートル、まあまあそこそこ、そうで、あの向こうの人に聞いて、はい、これもう最初からこのアリーナを作る時にこういうゴンドラもつけることしたんですかったら、はい、そうしたらできてから5年ぐらいして、うん、誰かが思いついて、ゴンドラつけたら、ゴンドラつけたら、これ上から見えるじゃないなんて話になって、じゃあつけようって話になったんだけど、
作った後につけるもんで、うん、すごく大変で、そっか、もともとつけるんだったらあれだけど、まあね、設計がね、上にレールとか持ってくるのにヘリコプターとかなんかをで運んだりして、うん、もうすごい大変だった。だ最初から設計してくれよっていう話だったんですけどね。でもものすごい、まあ、ただね、遊び感覚としてもね、うん、なかなか面白くてね。で次の写真をいきますか。で実際にこのゴンドラ、ね、これは夜になるとこういう、これいろんな、ね、おしゃれですね。おしゃれなんですこれね、いいでしょう。じゃあ次の写真お願いします。で実際このゴンドラ乗って上から見るたんだけど、これ隣にこういうスタジアムがあるの。やっぱりまたこれまたサッカースタジアムなのよ。これテレツスタジアムっていうところで、はい、ここも一部のサッカーチーム2つが共同で使ってるんだけど、うん、これも開会式、あの開閉式の屋根になっててね、うん、ここもすごい人気がある。5万人ぐらい入る、やっぱり5万人ぐらい入ります。だすごくそういうとこじゃでこれさっき見たそのフレンズアリーナってね、幻の開会式のスタジアムも、はい、ここもそうなんだけど、はい、やっぱりここもホテルもあるし、はい、で両方ともすごい大きなショッピングモールも建ってて、建ってるね、もう建って、でさらにその会議場、会議なんか開くカンファレンスルームね、うん、あの国際フォーラムみたいな、東京で言えば、はい、そういうのも併設されていて、いいですね。確かにね、そういう複合施設にすればね。そうなんです、そうなんです、うん。だから向こうって、ね、ここにスタジアム作りましょうじゃないんだよね、うん、ここを一つの街にしましょうって、ね、でスタジアムアリーナを作れば、うん、そしたら人はみんなその時来るし、うん、そういうショッピングモールでお買い物するし、うん、ホテルにも泊まるし、うん、で会議をもし会議場を作っておけば、うん、会議が終わった後じゃあ試合みんなで見ましょうというのもできるし、街、うんうん、ぐるみですね。街ぐるみで一つの街を作っちゃう、街を作るって感じね、うん、だそういう意味ではね、日本っていうのはあのまあ土地の問題もあると思うんだけども、うん、なんかね、スタジアムはスタジアムだけ、アリーナアリーナだけっていう風にやるのがなかなかね、何年からあの田舎なんかの行くとさ、あのアリーナなんか畑の中にポツンとそれだけあってお客さん入らないとか言ってるんでしょ。高崎とかそうですよね、ま、ポツンとしてますね。ああまあね、だからかといって複合施設で何でもかんでもそこ作っちゃうと、うん、そこの商店街を壊したりとかね、まあそれもありますよね。あと結局5年とかは使っても、うん、その後ダメになったりとかしますよね、うん、名古屋に今、うん、名古屋港、うん、あのイオンモールっていうのが、うん、もうほぼほぼガラガラになっちゃってっていうのはありますけど、うん、あそう建てた後ですよね、うん、それをが使ってもらえるかっていう、うん、だからそういう意味ではあの実際こう使ってそこの街づくりだとかね、うん、街の再開発だとか、うん、あるいはあの居住空間の改善につながればいいんだけどさ、うん、でかつ周りのねそこまでやってきた、うん、今までやってきた商店街と、うん、あの共存できるだとかさ、うん、でなればいいんだけど、うん、なかなか難しいからね、うんうん、だから総合的なそのプランをきちんと作らないとね、うんうん、都市計画としてプランをね、うん、作っていくっていうのは、まあ、これからの一つの、ね、はい、日本の課題でもあるのかななんて感じでしょう、うん、じゃあ次また写真お願いします。であとはちょっとスポーツから離れるんだけどね、これ何か分かります？これもストックホルムの街。キックボード、うん、キックボード。ストックホルムって自転車レンタル自転車なんかもあるんだけど、実はレンタルって自転車よりもこっちの方が多いんですよ、走ってるのが、キックボードが。で次の写真お願いします。でこのキックボードがこういうあらゆる、はい、街のあらゆるところにこうやって乗り捨てられてる、はい、これゴミ置き場よこれ。えでしょ、うんうん、でゴミ置き場に何気なくこうポン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 置かれちゃってるでしょ、いい、うん、でどういうことかっていうと、はい、次の写真お願いします。これねあのレンタル e スクーターっていうんだけど、うんはい、あのスマホにアプリをまずダウンロードして、はい、でそこにあのハンドルのところについてる QR コード、はい、あの QR コードをピッて読むと、はい、そうするとガチャって外れるの、はい、ロックが、うんうん、ああじゃあそれ読み込まないと外れないシステムになってるんだ、うん、そうそうそう、それガチャって外れてそこから課金が始まるのお金が、だからどこに置いても平気ってことか、うん、そうそうそう、あすごいいいですね。で右のあの緑のとこね、はい、あれがアクセル、あれ押すとウィーンって動いて、うん、で左がブレーキで、あとチリンチリンってなるのがこうあるんだけど、まあ、ちゃんとベルもついてる、うん、で、だいたい、ね、10分走って500円ぐらいなんだけど、うん、時速20キロ出るのよこれ、うん、で結構便利ですね、結構早いのそれで、ゲンチャリぐらいの、うん、で、それでもう自分で行きたいところに着いたら、はい、もう一回この QR コードピッてやると、はい、それガチャってロックがかかって、うん、で誰かそれをロックかかったままなんか動かそうとすると、はい、そうするとアラームが鳴る、 GPS がついてるから、あちゃんとしてるんですね、うん、だから止め場とかが必要ないってことですよね、うん、便利ですね、うん、そう
でアプリでにはその GPS が全部ついてるから、はい、自分の近くにどこにあるかっていうのを全部こうバーッとそうしたら見るともう真っ赤っかなんだよ、あっちこっちゃって乗り捨てられてて、みんなめっちゃ乗り捨てる。でやってて、でも不思議だったのは、はい、これバッテリーで動くわけじゃない、はい、そんないっぱいあってバッテリーってどうやって充電するのかなと思ったの、はい、確かに充電する場所も全然見えないし、うん、まあ、豆にいろんな人がやるっていうのもね、うん、そういうことをこそが書いて、そうしたらね、ハンター申請っていうのがこのアプリの中にあって、はい、なんと思ったらハンターっていうのは一般の人で名前のを自分が申請すると、はい、その人はバッテリーを充電する係になるわけ、うん、で、はい、確かに見てると、はい、たまにバンに乗った人なんか来て、うん、はい、この e スクーターをバンに積んでブワーッと持ってっちゃう、うんうんうん、で自分の家で充電する、え、充電していいことはあるんですか、まあ、ボランティアみたいな感じだよね、ところこれお金もらえるんです、いや、まあ、いや、それ、まあ、それ言おうと思ったんで、うん、要するにある程度は契約して、うん、そう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 、あのでしょ、いくらか、ただそんなもんものすごい薄利だろうからね、うん、薄利だろうけど半分ぐらいボランティアみたいなもんだよね、うん、でもね、ものすごい1日20代30代やるのがいて、そうするとそれで生活してる人もいるんです、あ、そう、あ、じゃあそれなりに、それなりには数やればそれなりの、うん、まあ1日3、4000にはなるみたいな、なるんでね、カーシェアリングとかと同じですね、そうそうそう、カーシェアリングもあれ、うん、ガソリン入れると割引になる、割引なんだ、あ、なるほどね、なるほどね、うん、だから事業所とかほとんど必要ないんだよね、もうね、こうやって置いときゃ勝手にみんなでやって、なるほど、ただ日本じゃちょっと難しいだろうね、あれね、行動を走って、まずその自転車道だとかさ、うん、こういうものを走れるところを作らないとね、うん、日本もレンタルサイクルはちょこちょこ出てるけど、ね、実際問題にはまだちゃんと走れるところがない、うん、ない、ね、そうね、正直ロードバイクとかもあれ車道を今走らなきゃいけないって決まりだけど、うんうん、歩道、まあ、もちろん車道で結構危ない道は歩道を走ったりしている人も見かけて怖いですもん ね、うん、ね、速さが出ちゃうから、そうそうそう、今ね、あのあれアシスト付きだから ね、で、あ、さっきのキックボードってものすごい、うん、20キロ、だから段差とかなんかあったりすると、うん、あのほとんどサスペンションついてないから、うん、ドーンと跳ね上がっちゃって危ない、危ないでね、うん、日本はまだまだ難しい、だから難しいけど、でも便利、うん、どこにでもあるから、うん、ちょっともう30分ぐらい歩くのめんどくさいなと思ったら、うん、もうこれ乗ってことって言っちゃえばいいからね、うん、はい、で次ちょっとあとね、スウェーデンといえばね、あの音楽なんですよ。これまたスポーツと関係ない、ね、うん、関係ない、これアバミュージアムっていうね、ちょっとこれを見てね、まあ、でこれも面白くてね、このアバミュージアムはね、はい、あの結構びっくりしたのね、あの次お願いします、まず中入るとね、これはあのカラオケルームとかがあって、ボックスがあってね、カラオケが流れてで点数も出るの、どうですか、宮川さん、これはもうだからさ、あのヘンリーの旅行機じゃないんだよ、いやいやいや、まあ、あのうちの番組がなんか違ってきちゃったよね。で、この後がまたね、面白かったので、次の写真お願いします。これ、うん、なんだと思う、これ、まあ、アバなんだけど、うん、なんか 3D ですよね、 3D なのよ、うん、3D、 人形じゃなくて 3D のアバが実際にこう踊ってる、踊って、うん、そこにあなたもこうやって加わって一緒に歌えますよって、で初音ミクって知ってるじゃん、うん、日本のね、はいはい、あの初音ミクと同じなわけ、システム、うん、薄いスクリーンが、透明のスクリーンを貼って そこでこう全員が歌うっていう形、最近は初音ミクとか、あとは VTuber とかがライブやる時代ですからね、それと同じシステムですよね、それをもうこういう風にやってて、それで聞いたら、初音ミクってあれ生バンドで、はい、あの初音ミクだけがバーチャル、そうですね、そしたら全く同じことを考えてて、あ、すごいな、でこれから秋から、はい、これでワールドツアーに出る、いや、まあでも分かんないけど、今年の夏フェスにもキズナアイっていう VTuber があのライブ出演したりするから、全然受け入れられはするんじゃないですかね、うん、だからもう完全にその日本の初音ミクの、まあおそらくあの初音ミクの作ってるところへね、うん、はい、ロイヤリティとか払って、そうですね、払ってやってるんだろうけど、はい、まあそれでこれで世界ツアーをやるっていうんだから、うん、でおそらく東京オリンピックの開会式も初音ミクとかその辺の 3D のあれ出るでしょうね、出てくるでね、これも日本のあれだからね、アニメーション文化、うん、だからあと来年ぐらいになると、だからいろんなパターンがこういうのが出てくるんじゃないかなみたいなね、うん、感じがよくねありましたね。そんなストックホルム旅行で、旅行機はこれで終了ですか、そうですね
やっと今日本題に入って、もう30分、うんね、まあ、30分間しっかりスポーツの話をしていきます。楽しい夏休み。いや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 、というかね、まあ、そういうことになりましたね。まあ、でも絶対番組の趣旨はどうなってしまったんだろうね。やっぱりこの107年前のスタジアムを、すごい未だに大切にしてるっていうのはすごくあれだったよね。その日本に比べるとね。そのために30分ですか。そうそうそう、本当ね。日本もだからこれから作る競技場をああいうふうに100年計画で残していってちゃんと使わないといけないですよね。だから前のやつ、55年前のやつを壊しちゃったわけだから、あの時のやつをね、あれなんであえて簡単に壊しちゃったんでしょうね。でも今考えるとね、まあね、まあ、東京新聞的にはずっと ねそれでいいのかという、ね、本当、まあ、まあ疑問を呈し続けて、まあ、当初のスタジアムから違うスタジアムにはなったけど、まあ、旧スタジアムを解体することは避けられなかったよ ね、だから今だ107年経ったってやっぱり見に来るおじいちゃんおばあちゃんとかいるわけじゃないって。観光地化できなかったんですか ねで仮に、観光地も何も観光地にする必要ないわけだからさ、普通に使う、別にあそこはすでに都民の憩いの場所でもあるし、あそこの場所としては非常にこう、誰からも支持されたいい街に、なったわけだよね。でもね、エチオピアから例えば観光客来たらがっかりするでしょうね。アベベが金メダル取ったところはどれですかって言ったら、もうそれ壊しちゃってこうなっちゃいましたって言ったらね。レガシーとしてはね、非常に価値は高いものになってたわけだから ね。そういう意味では、ある意味では非常に価値の高い空間だったんですよね。それをまたリセットしちゃって、リセットする価値があるのかっていうのはこれから、またこれからなんだよね。実はさっきの2026年の冬のオリンピックでしょ、あれってミラノとコルティナ・ダンペッツォっていう、ミラノ・コルティナ・ダンペッツォオリンピックっていう、要するに2つの都市で開催されるってことが言ったら、まあ、いや昔はコルティナ・ダンペッツォってみんな言ったんだよ、要するに伊賀千春という日本人の最初のメダリストというか、札幌オリンピックまではそのメダルしか冬季ではなかったから、我々の世代はコルティナ・ダンペッツォって非常に有名だった、だから結構みんな なぜか言えたんだけどね。今はねなかなかね、伊賀千春って言ってもなかなかあれだけど、そうそうそう、すごい人違い、昔はね。でそのストックホルムも実はオーレっていうもう一つスウェーデンの都市あって、そのとの共同開催ということで立候補してた、だからもう共同開催がこれからやっぱり2つの都市で開催するったらスタンダードになってる、だからもうちょっと早くそのスタンダードになってれば、東京もね、もしかしたら横浜なんかとの東京横浜オリンピックみたいなね、そういう共同開催もしそれできてたら、スタジアムを国立競技場壊すんじゃなくて、例えば今の日産スタジアム、あれ7万5000人ぐらい入るじゃない。確かに、なんで共同しなかったでしょなんでや、だからそういう方法も取れたのにな、なんていうね。あの時は東京だけでね、横浜でじゃあ開会式、日産スタジアムって案も出てたんだけど、その共同でやるのってそのミラノは初めてなんですか。いや、そんな初めてじゃないよ、初めてだけどスタンダードにはそんなになってなかった、だから前の東京オリンピックだって一部は埼玉にかかってるしね、それは構わないわけでしょ、ただ要するにメインスタジアムが東京都から離れちゃうとちょっと違和感があったのかもしれないけどね、まあ、計画自体それだと採用されなかったんですしね、東京横浜って感じであれば別に違和感なくね、別に横浜に、東京から遠いわけでもないから全然、いい気がするけど、まあ、ワールドカップは国としての開催だからね、メインスタジアム横浜であったりで、埼玉スタジアムも相当重要な局面で使ったし ねだからね、もったいない感じもね、やっぱりいまだにちょっとしちゃいますね。ということでね、まあいろいろ、まああと1年に迫りましたんで、本当にね、またこれから何が起こるかということですね。で次の話題に、またガラッと変えちゃいますよ、この話題変えちゃうんですけど、いやガラッと変えるというのはスポーツの話、はい、オリンピックの話からガラッと変わって今度高校野球の話ですね。スポーツですね、大船渡高校の佐々木君の話をしたいなと思いまして、はい、もう多分これ聞いてる方もね、あ、やっぱりこれ話題出たなっていう感じは思うと思うんだけど、出されて不自然ですからね、先月25日の、岩手県の甲子園大会の予選ですね、県大会で、そこで決勝戦で163キロを投げる佐々木投手が登板しなかったと、で
ね、負けたんですよね、うん、2対12の大差で、うん、そうですね、敗退して甲子園を逃したんですよ、はい、大船渡高校は、はい、でこれは岩隈さんがイタリアいる間に起こったのかな。ああ、まあまあそうですね、うん、ね、うん、向こうでも聞きましたこの話題は。さすがにそれは向こうの地元のニュースやなんかで、あとは CNN やなんか見た覚えはないけど、ね、うん、いや、ネットで、ネットで、あ、そうなの、ね、うん、あの日本のニュースはチェックしてるからね、うん、だからこれがね、みんなもう大変なことになってね、はい、いや、すごかったです、ね、学校にはもう抗議電話が殺到して、で 学校にかかってきた電話のうち、監督が投げさせなかったってのは英断だっていうのが100件に1件しかなかったとかね、うんうん、それはあの地元の学校で、そうそう、地元の学校にはね、うん、で、まあ、その投げさせなかった原因っていうのは、これ監督、国安監督ってのは32歳なんだけど、うん、試合後に言ってるのは故障を防ぐためだったと、うん、投げたら壊れる、投げても壊れないっていうのはもう未来のことなんかで、ね、うん、ね、知ることはできないけども、決勝という重圧のかかる場面で3年間の中で一番壊れる可能性が高いのかなと思ったと、うん、投げなさいと言ったら投げたと思うけど、私にはそれが決断できなかったっていう名を残して、うん、じゃあね、はい、まあ、佐々木抜きで勝つとしたら、じゃあどういうイメージで試合臨んだんですかって言ったら、はい、そしたら、うん、30対29で勝つっていうイメージだった、うんうん、そもそもでもこの問題については3つ問題があって、うんうん、まず一番最初は、うん、ここまで大差をつけられているので、果たして佐々木を投入したところで勝てたのかっていうのがまず一つの問題、うんうん、いやいやいや、それもう最初から投げさせる気はなかったよね、監督、うん、だからそれは関係ないじゃん、うん、あの最初からだからさ、差がついてるとかついてない関係ない、うん、であともう一つは、うん、そもそも、うん、あの学校に抗議電話入れるんじゃなくて、うん、確かこれ4日間で3試合とか5日間で4試合とかいうレベルですよね、あの、うん、すごい過密スケジュールで試合してたと思うんですけど、うんうん、そういうスケジュールをいまだに許してる高野連はどうなんだっていう、まあ、その話もこれからしようと思うんだけど、まあ、まず、うん、あの佐々木君のが、はい、まあ、の登板した試合っていうのをちょっとね、はい、時系列を追うけど、はい、まず7月16日に2回戦でこれはもう大差ついたから19球で降板してる、はい、で中1日置いて18日に93球で完投してるんです、はい、でこっから中2日21日の4回戦に、うん、これが盛岡4高との試合で、はい、延長12回まで行っちゃって、はい、194球投げてるわけよ、はい、でその後中2日あのその後、うん、翌日に準々決勝があったんで、さすが前の日に194球投げてるから、うん、この時は登板させなかった、うん、でも勝った、うん、でそこから中1日置いての準決勝、うん、ここで129球投げた、うん、で翌日が決勝を投げさせなかったって、うん、このパターンなんですよね、まあ、連投はしなかった、連投はさせない、うん、だな、まずこの194球をこの4回戦で投げてたっていうね、うん、でこれから考えるとこの監督って、うん、おそらくもうこの試合登板させたら佐々木には最後まで投げてもらうと、うん、で投げさせない試合は投げさせないっていう、うん、そうですね、それ一つだったんだろうね、そのスタイルやったんだよね、うんうん、で、まあこれってこういうスタイルに対してもうなんていうの、試合後のスタンドはそれでも決勝見に来たるわけだよね、うん、決勝戦で来たスタンドからはもうお前ら甲子園行きたくねえのか監督っていう感じの親父が飛ぶわけですよ、うんうん、ガンガンに、まあ、でも、うん、あれですからね、商業野球じゃないですからね、うん、あくまで、うん、選手のことを考えるのか、うん、そのなんて言うんだろう、うん、エンターテインメントとして自分たち その楽しいっていうものを取るのかっていう部分にはなってきそうな感じはしますよね、うんうん、ただここで一つね、やっぱり、まあ、スポーツであるから勝つことが目標だよね、うん、でチームスポーツ、チーム全体がとにかく勝つためにベストな選択をして、うんうん、で試合に臨むと、うん、ただまあね、佐々木は投げられたっていうわけだから、うんうん、佐々木を投げさせなかったっていう時点でベストな選択では、まあ、勝つためのベストな選択ではないですよね、うん、確率は、ね、落としたわけだよね、だから勝つためそれはだからもう完全に勝つということの一番か、うん、勝つのに近道は外したわけだよね、外したというよりも、うん、それをよりも優先順位は、うん、選手の、うん、命というか、まあ、生命というよりも、うん、まあ
方、怪我を避けるという意味だよね。だから佐々木の将来を思って甲子園へ行く、行ける確率を低い方にしたということですよね。だからね、それはだから、うん、あの非常に真っ当な、だからこれが真っ当なのかどうなのかっていう話になってきちゃうわけですよね。勝つことを目標にやっているのにそのベストな選択をしなかった、まあ、その一人の選手の将来をまず重んじたっていう、だからまあその選択で勝つということも、うん、もうあのスポーツの一つ の、うん、あの大事なものかもしれないけど、一つは要するに選手の、まあまあ、選手としての将来だとかね、うん、それを天秤にかければ、うんうん、そちらの方を選手 の、 あの将来と、うん、まあ、あの方のことを考えると選択は、うん、あの十分価値のある、うんうん、決断でね。だからまあ そういう話になると、そう、あの、うん、そのか、の判断の価値は非常に高いなと、うん、今の時代で言うと稲駒さんの意見っていうのはものすごい真っ当なんですよ。そうですね、やっぱりむしろネットとかだとどちらかというとこういったあの、うん、やっぱり将来これから何年も何十年も選手の人生は続いていくので、うんうんうん、そういった意見の方が多く見かけましたけどね。あのその2つの、うん、選択で言うとそうなるけど、今回の場合で非常にこう、まあ、議論として、うん、あるいは得意だなということになってしまうのは、やっぱりあの決勝でね、はい、そのここで投げれば、うん、まあ、おそらく、勝つ確率は高かったし、はい、甲子園に行けたろうと、はい、あと甲子園というものの価値の高さっていうのかな、うん、あの野球選手と高校球児にとってね、うん、そこでそうなってしそこでまで、うん、そういう状況 にあってまであの優先したのかと、うん、でその将来だ肩が壊れる確率というのはよくわからないということで、うん、あの非常に議論が、ね、うん、あの複雑になってくる、うん、でもう一つはその登板の状況を見るとそんなに今までに比べるとタイトじゃない、ちゃんときちんと開けてるよね、うん、はい、うん、でにもかかわらずなんだなということ、うんうん、それとあの1試合で190何球も投げさせてる試合もあるから、はいはい、若干この判断があの バランス悪いですね、バランスがあまりにもね、うん、やっぱり1試合で190投げる危険性のも大きいから、うんうん、でそこまで肩を大事にするという、うん、あの指導をしてるんであれば、うん、れね、まあ、100球に抑えた方がいいんじゃないのっていう、うん、そこら辺の疑問符はある、 ね、あるけど、うん、あるし、その決勝で何も甲子園に何もっていうことあるけど、それをさっぴいてもね、私なんか個人的には、うん、そのいい議論というかな、うん、あの一石を投じたという意味でも非常に英断だとは思うけど ね、うん、だからこそ、うん、そういういろんな今までの価値観でいうと疑問が多い、うん、多いにもかかわらず、むしろ、まあ、それだったら昔のね、あの松坂大輔がさ、うん、あんだけ連投で、うん、あの、うん、再試合のようなこと、うん、なっても投げさせたとかさ、うん、はい、去年の、あの、吉田君ね、高生だとかね、あれで、うん、あれぐらいな、あの過酷な中で投げさせたある、はい、中で例えば 準決勝だとかのね、うん、投げさせないっていうんだったら、うん、まあ9割の人が、うん、まあ納得しちゃって、はい、だけど今回はあの納得する人というよりも疑問を感じる人も多い状況にもかかわらず、うん、その肩の方を大事にしたっていうことで、はい、より俺は私は意味があると思うけどね、うん、議論の中で、うん、反対意見も多いだろうっていう、うん、あのアゲンストも、うん、状況も考えながら自分がね、あの相当、批判もされるっていう リスクを背負ってまで、あの選手の肩を守ったっていう意味で、うん、より価値が大きいという気がするけどね、うん、まあね、まあ、これはもう監督の決断として、ただこれに対して、やっぱりその昔ね、そういう過酷な状況でずっとやってきた OB、うん、プロ野球の OB なんかからは、うん、は今度は批判的な声も出るわけだよね、ワイドショーとかたくさん出てましたね。いや、だから何度言うようにそういうことを百も承知な上でやったからより価値が高いんじゃないの、うん、という考え方もあるよ ね、 ね、だから張本さんね、張本勲さんなんかはもうワイドショーで、ね、あのスポーツっていうのはもう怪我はつきものだと、うん、ね、で昔の今の
プロ野球でも大活躍した投手たちだってみんなそうやって連投連投できてそれでまた大投手になっていくと、でそういう苦しいところを高校野球の時の苦しいところを乗り越えたから精神的にも強くなって彼らは大投手になれたんだと、ここは乗り越えなきゃいけないことと言って、これまずバーッと大炎上してんだよね。でさらにこれはもう権藤博さんって昔ドラゴンズにいた大使ね、34勝35勝としかない、この方はもう本当にね、雨ゴンドウって言われるぐらい毎日投げた、プロ野球でも毎日投げた人だけど、この人はそんな1日に1000球や2000球投げてそれで壊れるぐらいの方だったら最初からそういう選手はプロ野球じゃ通用しませんよってこう言うわけだ、今度は近藤さんは1日に1000球じゃない、1000球2000球って言ったんですよ近藤さんまあこの時代だからそりゃ燃えますよねっていう、うんそうですね、ただね そういうことを言うとあんたたちの時代じゃないんだよ、今のは時代が違うんだとこうパッと切り捨てる人いるけど、僕はそれはね切り捨てたくはないですよ、時代が違うっていうのは。いやあんたたちの時代でうんぬんじゃなくて、うん、あんたたちの時代だってそれはあの、まあ、まず違うのは精神論だけで違うんじゃなくて、うん、まだまず打撃技術がものすごい低い、うん、レベルの低い時代だったからね、うん、で だからこそ、まあうん、それだけ勝てたっていうのもあるし、うん、ある意味ではその、まあ、プロになって手抜きの技術も覚えたろうしさ、うん、だからいろんなことがあってたまたまいろんな偶然もあってたまたま、うん、あの長い間300勝だとか200勝だとか、うんまあ、人によっちゃ、まあ、1人だけ400勝だとか、うん、で金田さんなんかはさ、うん、比較的自分のペースで やれてて実は陰で自分の肩をすごく守ってた、うんうん、だとかさ、うん、そう特殊な状況だとかがあってであって、うん、それはあの当時だって ああいう連投していけば大半の人は拒まれてたんだよね、うんまあ、権藤さんだって実績その2年だからね、やれたのはあとはもう肩肘壊して、うんでしょうん、太く短くの野球人生だったんだけど、うんまあ、ただ権藤さんがそこで壊れたから野球あのプロ野球って先発ローテーションっていうのが確立されてったんだよね、うんうんまあ、だからそういう意味での犠牲という意味での価値は、うん、高いしね、うんだからその辺は近藤さんも自分がそのおかげで潰れたっていうのは知った上でそれをまた言ってるんだよね、うんうん、だからそれをなんかちょっと単純に時代が違うんだよっていうのはちょっとできない話だとは僕は思っててね、これはこれでね、うん、まあでも時代云々関係なしにやっぱりそのまず球数制限を設けるべきではあるかなとは個人的には思いますね。ただねあのこの監督って盛岡一高を出た後に筑波大行って、はい、その後アメリカの独立リーグ行ってるのね、はい、で1年間プレーしてるのアメリカの独立リーグ、はい、でそういうふうにピッチャーの肩のことを真剣に考えたっていうのは、はい、その独立リーグの時にマークあのフライヤーっていうピッチャーが投げた、はい、これシカゴカブスにさ、はい、契約金15億円で入ったっていう当時の最高額で入ったピッチャーなの、はい、それでもう1年目からものすごい三振を重ねて、はい、2年目でもう18勝を上げたっていう、はい本当にすごいで、はい、僕も大リーグ担当やった時何回か見たピッチャーなんだけど、はい、ところがこれ2年で潰れちゃったの。それで見てる時からそのすごい時から彼ってものすごいこの肘の使い方がうまいわけよ。要はカーブがすごい150キロの速球とカーブがすごくて、このカーブを投げる時の肘の使い方がこうもういわゆるあのドラゴンズに前今中って言ったんでしょ、うん、ピッチャー、はい、彼みたいな感じなわけ、はい、こう、うん、でこの投げ方したら壊れるだろうなそのうちと思ったわけ で今中もまあ同じような投げ方して、はい、そのスローカーブなんか投げたんだけど、はい、左から投げた時は彼ももう自分で元気で投げてる時から自分の投げ方はすぐ壊れるだろうなと思いながら、はい、でも、うん、もう壊れてもこの投げ方を変えたらその自分の球キレのある球投げれなくなるから、もうあえてその壊れるのを承知でそういうふうにやったって言ってるわけよね。だからまあ投球数制限っていう話はあるんだけども、はい、じゃあ100球なら100球って何を基準に決めてるんですかっていう話もまた出てきちゃ う壊れやすい投げ方をするピッチャーも100球でもフォームによってその負担は変わるよっていうことですね。そう60球で、まあ、それは、うん、あるんだけど、うん、あるし、だから昔は球数って球種が少なかったからね、うん、それは相対的に、うん、あの今よりも壊れにくい状況ではあった、うん、さっき言ったように、うん、まだ打者の技術が低かったからそれでも抑えられた時代だから、うん、ただ
要するにでも、うん、じゃあ確率としてどういう球が怪我しやすいかじゃなくて、うん、そこの一番怪我しやすいところに基準を置いて、うん、そこで制限すれば一番いいわけでね、うん、何もそこでよく分かんないからじゃあどういう投げ方、うん、怪我しにくい投げ方をしろったって、うん、じゃあ怪我しにくい投げ方って何なのよっていう より、うん、ややこしい問題になっちゃうからね、うんうん、から要するにピッチャーによって個性はあると思うんですよ一人一人、うん、まあ、ロング投げられる人もいれば壊れやすいのもいれば、うん、それも だったら壊れやすいところに基準を置けばいい、うん、これだ、ね、壊れやすいところがこれ 5,60 球になっちゃうかもしれないから、うん、だから今ってものすごいやっぱりスポーツ科学って発展してるから、はい、モーションキャプチャーとかもできるじゃないですか、はい、こういうところにこうつけて、はい、あれである程度解析がこれからできていくと思うのね。でこのピッチャーって、まあ、120球130球投げても壊れませんよっていう、うん、できるピッチャーもいれば、はい、こいつもう 4,50 球投げたらアウトですよっていうのも、うん、おそらくそういうのはこれからどんどん出てくるかと思うから、まあ、でもそこら辺は要するにねルールでフェアにしていけばいいんで、うん、だから要するにこのピッチャーは肩が壊れにくいだとか壊れやすいところに判断基準を置いたらさ、うん、それ怪我をする しやすいしにくいを前提にしたらさ、うん、それは本当に確認はできない話、まあ、確認できないよね。できない話であれば、うん、それの前にルール化しちゃえばいい、うん、要するにそこもルールなんだと50球だとか何だかで、うん、そこの中で やるもんだということにしてしまえばいいんじゃない、うん、で70球制限の話が出てるしさ、うん、だからそれはそこのルール内で、うん、そうするともうピッチャーの量を、ね、変えなきゃいけないよね。だから リリーフピッチャーだって、うん、ブルペン入れれば大体毎日 7,80 球毎日投げてるわけじゃないですか、うん、だからむしろ野手も、うん、ピッチャーをやれるようにすればいいんだよね。でそもそもさ野球ってスポーツが、うん、野球やってるさあなた方みたいに野球やってる人から見ると、うん、あれが当たり前だと思ったけど野球を知らないね、うん、ある種、はい、フレッシュな目で見ればさ、はい、ニュートラルに見ればおかしなスポーツだよ、うん、だって一人がピッチャーというものだけずっと動いてて、うん、他ゼロ全く動いてない、まあまあまあ、キャッチャー大変ですけど、ね、まあ、キャッチャーは、まあ、ちょっと置いといてだけど、うん、でああいうスポーツって相当こうなんとかな、うん、特殊なスポーツだってさ、うん、野球っていうのはだから で、まうん、であればピッチャーをなるだけ多く投げさせるような、うん、ピッチャーをの数を例えば、はい、極論だよ、例えば1人は1イニングしか投げないんだとかさ、うん、そうすればピッチャーをやる人間が増えてくるわけだから、うん、それもルールにしてしまえばフェアになってるでしょ、うん、だからもう野球のあれ記録も何もかも全てが変わるわ ね、 ね、 もうだからまあ、そういうことを導入すればそれ以前と以降で記録は変わってくるよね全部何もかも変わるってだから、うん、それでもなおかつ、ね、じゃあそこまでして今度野球やるもん大体野球って、まあ、ピッチャーは怪我しやすいって言われるけど、うんうん、実際バッターボックスに立ってみたら、うん、ピッチャーより怖いのバッターだよね。まあ、それはもうね、まあ、それはあるけど、こんな硬い石の塊が飛んできて当たったら一発で、普通の人だったらアウトでも。だから それを取ってみても野球って相当特殊なスポーツだから。特殊なスポーツなんですよ。そうなんですよ。だからそういう中で今のルールは作られてきていて、でも今それじゃ故障するじゃないかって、うん、どこまで変えればいいのかっていうね、まあ、故障だけじゃなくてやっぱり昔と違って気候がとんでもない暑さになってきたりとかいろいろ時の流れで変わるものはもうしょうがないから、うん、それに合わせて、まあ、そこまで話がくらいにはちょっと違うんだけど、要するに、まあ、気候もちょっと暑くなってるけど、うん、まあ、それはまあ大きなもんね、前から昔からやっぱりあんだけ投げるってよくないよ、それは。まあだからね、でそれが是認されちゃってたから、うんうん、昔の人はそれでも投げただとかさ、うん、そういうものが美談として伝わってること自体が、うん、いやあるいはあの頃はもうちょっと気温が低かったんだってなると、もう本当にちょっとしか、うん、根本問題解決されないからさ。だからもう僕はもう今回の問題に関して言えば、ね、もう一番近くで佐々木を見てきた監督が、うん、もうこいつはここで壊れるかもしれないと思って投げさせなかったんだから、もうその判断を尊重するしかないなって、うん、ないっていうことなんだよね。だからこれはね、だから外野があんまりとやかく言う問題じゃないかなみたいな、うんうん、
そうそう。で、あとはもう一つはあのやっぱり高校野球のさっき、うんうん、青ちゃん言ったけど、うん、その日程の問題としてね、いろいろもう7月間にこう一気に、要するに期末テストがあるから あそこになんか固めるとか言うけど、うまああと夏休みでね、もともと夏休みの期間で始めて、あとは、うん、まあ、新聞社が主催してね、うん、やっぱりまあ新聞が、あ、まあ、ニュースがなくなった時期にやっぱり盛り上がるイベントを作ろうっていうところが始まってるから ね、まあ、ダルビッシュがねツイートして、はい、もう5月からやればいいじゃんっていうね、そうそうそう、だ5月からやると春季高校野球が、春の高校野球がなくなっちゃうんですよね、うん、まあ、これは地方新聞なんか、うちも中日新聞なんかも、はい、名古屋の大会なんか主催してるんだけど、まあ、要するに地方新聞が主催でやる、うん、でここでシードが決まってくる、夏の大会の、うん、だから春の例えば5月から始めるとなると、そのシードを決める大会がなくなるから、うん、まあ、春秋にずらしたりとかできないですかね、はい、秋にずらしたりとか、そうそう、まあ、選抜があるやつ、そっか、だから4月頭に選抜が終わって、うん、そこから3週間ぐらいの準備で5月から今度予選始める、うん、ただ、まあ、これはシードがもう決められないから、うん、有力校同士がいきなり当たったりして、もう早々に姿消すのもありっていう形になってくるんだけど、あ、うん、まあだからそれはね、春、気候のいい春だとか秋にやれば一番いい、うん、いいと思うし、ただ、うん、あの野球はね、あのピッチャー以外はそう動くスポーツじゃないし、休める時間があるから、夏やるスポーツとしてはそう無理がない、どちらかというとね、熱中症対策さえしっかりしてる、だからやっぱり最終的には、まあそれはより季節がいいに決まってるけど、最終的にはやっぱりあのピッチャーの肩の問題が、だから今度はピッチャーの肩を守る、本当に守ろうとするんだったら、今度は中1日でもやばいですよね、120、30球投げて中1日とか、まあそうですね、だからまあまあ数制限 と、 か、とりあえずは70球制限で、かつ、うん、あの、うん、中3日だとかね、うん、70球制限とかすると今度はピッチャーを揃えられないチームは、うん、もう最初からアウトっていう話になりますよね、まあ、もうね、揃えればいいんだよね、うん、だからそれで県立高校とかなんかはどうしても、いやいや、だからそういう話になっちゃうんだけど、そこに行ってしまうとさそんなこと言ったら、今だっていろんなことで、うん、その優勝劣敗はね、うん、お金の問題だとかなんだかでなってんだから、うん、それは大きな差はつかないよ、うん、まあ、さらに拡大はするけどね、うん、ただそれとどっちが大事なのって話だからさ、うん、まあでも甲子園目指す子はそれはピッチャーが豊富なところへ入ろうとしてきますよね、だからピッチャーもそこへ持ってくる、うん、みんな固まってくるよね、一つところへ、そもそもピッチャー一人に頼り切るって野球じゃなかなか難しいですから ね、まあ、ね、そこはせめて改善されるんですけどね、改善される、うん、でだから、ね、甲子園の本線もだから多少変えなきゃダメだって話ですよね、うん、これね、うん、だからいや、そのあなた方の話してるのさ、おかしいと思うのは、うん、甲子園至上主義からまず入ってるでしょ、うん、もちろんそこで勝つことに意味があることを前提にして、うん、そこから離れないといけない、そこから離れないと、だから根本はさ、前提がもうさ、も私もあの小学校の時からいつか甲子園行ってやる行ってやる行ってやると思って毎日練習して、小学校5年で肩壊して終わっちゃったんだけど、私むしろあの甲子園をあんまり見たくない派なので、甲子園あんまり見ないんですけど、それは見てて痛々しいから、痛々しいというのもそうですけど、野球のなんだろうレベルって1回の試合で決まることかなってちょっと考えちゃうので、それはね、それも正しい指摘です、ね、そうだからどちらかというとプロ野球の方が好きなんですよ ね、 そうだね、はい、あの比較的偶然性高いからね、野球はね、あのラグビーみたいにさ、フロックが本当に少ないスポーツだったらトーナメントあると思うんだけど、はいはい、野球は結構ね割といろいろあるの でしかもだってプロ野球なんか見ればそんな、実はそんな差、そうです、ね、あの130試合やってもさ、うん、まあね、そこへもう高校野球からプロ野球にも飛んでいろいろね話は尽きないんですけどね、うん、まあ、この問題またこれから甲子園も始まって、まあ、あの一つだけ付け加えてもらえ、はいはい、付け加えるとね、はいはい、あの学童野球うちは主催してるわけで言うわけじゃないですけど、都南連じゃなくて全南連ね、要するに今年のあの全国大会、うんうん、つまりあの高校の小学生の軟式大会の甲子園といわれる 全日本学童野球、うんうん、あの高円宮入ってる70でしょ、だ今アメリカ45球になったからね、小学生、うん、で、まあ、徐々に慣らしていくべきですよね、でもすごい分かる気がする、うん、だから70球制限にしたし、それでもねやっぱりね、確かにやっぱりあの学童チームだってそんなにみんな投げられないじゃんっていうのはあるんだけど、でもそれはあのそういうある意味でのあのチーム同士の格差を開いてきたって、やっぱそっちの方を優先させるべきだというか考えでねやっていくわけ、まあ、
ということで、はい、はい、もうあと5分になりましたので、あの最後にその七海青ちゃんが、うん、プロデュースした、トークショーの模様を、見ていただこうかと思います。だから今日は、はい、だから最初のストックホルムが長かったな。夏休みが楽しかったですね。はい、どうぞ。中日スポーツ、一番初め1985年に入社したんですけど、まず中日スポーツで配属されました。で、これ、ね、中日新聞を受けて、そしたら、で、もともとドラゴンズファンだったからね、だからドラゴンズファンだったから、中日新聞受けて、ぜひとも、もう中日スポーツに、もしくは東京中日スポーツに行かせてほしいと懇願して、うん、最終的に、行かせてほしい。君は筆記試験の成績も悪いし、うん、で、他にも入っても、社会問題とかなんかもやってないし、一般紙なんか、で、ね、まあこれ、来てるのは、七海青ちゃんがみんなに、いや私だけじゃない、あの熊尾さんもたくさん呼びかけてくださって、うん、で最近ってねこのパターンが多いんですよ、特徴って、うん、あの私もいろんなところに招かれたりはするんだけど、はい、居酒屋を一つ借り切って、はい、その日お客さんをそこに入れて、はい、会費いくらで、はい、それでこう喋る、はい、でプロ野球って特にこういうふうのをやると、はい、あの僕みたいな新聞記者とか、はい、あと選手 OB ね、はい、OB なんかを呼んでやると大体ほとんど前に埋まるという、そうですね、うん、イベントとしてはただこのイベント珍しかったのは、ね、あの店員も来なかったんだよね、誰もいないっていう、店員もいなくて、だから私ずっと下向いて料理作ってるずっと料理つまみ作ってで生ビールをとかこうお酒つく人もいないから、私これ喋りながらお客さんにビールがって言われたら、この後ろにビールサーバーがあってビールサーバービールついてはいどうぞって言ってからまた喋り始めるっていうので、なんで店員さんいないの、だからもう貸し切りですからって言って、まあ、要するに場所狩りね、場所狩りになったもんで、でそれ行くまで知らなくて私は前々からみんなに伝えておいたつもりだったんですけどね、うん、大山さんには伝えておいたつもりだったけど、どうも行き違いで、うん、でも本当こういうの、割と居酒屋のトークショーって僕も出るときは大好きで、聞く方も大好きなんだけど、はい、何がいいかってやっぱり顔がすごく近いじゃない、まあ、そうですね、お客さんとの距離すごい近いですもんね、うん、でダイレクトにこう反応が返ってくるし、はい、で質問なんかも結構バシバシ飛んでくるでしょ、そうですね、うん、結構オフレコの話もちょこちょこ出ましたからね、うん、ね、うん、で一応ノー SNS ね、はい、これは、SNS、ネットには上げないでくださいねっていうところからこう始まってきて、それだとやばい話いっぱい、もちろんもうたくさんいっぱいやばい話が出てるんだけど、まあ今日の話も居酒屋でしてるような話だったけど、そうだからまあここで話してる方って延長で、まあここで話してるの多少抑えてる話がたくさんあるんですけど、こういうところへ話すときはさらに解放されて話してますんで、うん、また青ちゃんもやるんでしょ、こういう企画を今後、まあ、お店を変えてちょっとやりたいですね、で店員さんを呼んで今度はそうですね、うん、別の知り合いの店やりたいですね、うん、でもすごく彼女のおつまみ上手でね、ポテトサラダ作って、あとおにぎりお味噌汁とかね、三陸産の実家に帰省してたので南三陸産のいろんな食材を使って作ってました。ヘニア作んないの、だから私はもう喋るのとビールを作るのに一生懸命で ね, やってね、みんなで協力して、うん、はい、うん、では本当ね、トークショーっていうとなんか今までどっかのちょっとした、ね、はい、ステージを借りてとかいうパターンが多かったんだけど、はい、もう今はもう居酒屋さんなんかもこうやって野球居酒屋なんかも増えてきていて、うん、もうそういうところへとにかく好きな誰かを呼んで喋って、それでみんなでワイワイ話しながら、はい、で終わったら今度は一緒になってこうまた飲んだりしてね、はい、楽しめるわけだから、またそういうところで時代が、ね、変わってきて、いろんなパターンがこれからできてくるんじゃないかなっていう感じがします。昔からよくあるんじゃないの。いや、居酒屋トークショーって言ってもそうそう前はあんまり選手も来なかったし、あ、まあ、うん、いやそうね、野球という意味だよね、うん、野球という意味だよね、うん、これからこういうの増えてくるんじゃないでしょうか ね, かと思いますね、はい、だからいろんな野球の楽しみ方、スポーツの楽しみ方っていうのは ね, ねまた出てくると思うんでね、皆さんもいろいろこう
あのチェックして、うん、あの SNS なんかでチェックして、あ面白い企画あるじゃんって言ったら、またね気楽にこうやって行ってみて、うん、行ったらいかがでしょうかっていうことでね、はい、はい、本当月も、こうやって1時間バラバラと話しながら、終わりました、来週も第1木曜日来週、来月です、第1です、来月はもうちょっと中身の声言っちゃった、あ